クリスピーポテトを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、クリスピーポテトを作りたいと思います。このクリスピーポテトなんですが、おやつやおつまみにもとてもぴったりな一品になります。さらにですね、このクリスピーポテトにもぴったりな簡単ソースレシピもご紹介していきたいと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ところどころポイントもありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめにクリスピーポテトの材料をご紹介します。材料はこちらです。じゃがいも、卵、粉チーズ、オリーブオイル、薄力粉、パン粉、塩コショウ、そして揚げるときに揚げ油を使用していきます。まずじゃがいもについてなんですが、こちら2つで約 300g のじゃがいもになります。品種はメークインを使用していきます。こちらの品種に関しましてはお好みのものを使用していただいて OK です。そして今回ですね、揚げるときにパン粉に粉チーズを加えていきます。そうすることでね、とても香ばしくて美味しい仕上がりになります。それでは続いてソースの材料をご紹介します。材料はこちらです。ケチャップ、蜂蜜、お醤油、おろし生姜、こちらの4つの材料でハニーケチャップソースを作っていきたいと思います。こちらはね、もう混ぜるだけなのですごく簡単に作ることができます。なのでぜひね、合わせて作ってみてください。ということで早速作っていきたいと思います。それでは作っていきます。まずはじめにね、ソースから作っていきたいと思います。ボウルにケチャップ、そして蜂蜜、そしてお醤油、あとはおろし生姜を加えます。そしてこちらをよく混ぜましょう。はい、OK です。これでハニーケチャップソースの完成です。あとは味見をしてお好みでね、味の調整はしていただいて OK です。それでは続いてじゃがいもの皮を剥いていきます。はい、そして芽などがあった場合はそちらは必ず取り除いてください。このように皮を剥いて芽を取り除きましょう。それではもう一つもね、同じように皮を剥いて芽を取り除いていきます。そしたらですね、こちらを大体2センチ幅ぐらいで切っていきます。この時ね、ちょっと転がるので手を怪我しないように注意してください。このように切ったら同じ幅でまた切りましょう。あとはくるっと回転させてまた同じぐらいの幅で切っていきます。はい、じゃがいもはね、大体2センチ角ぐらいの大きさに切ってみてください。そして切ったじゃがいもに関しましてはボウルにお水を張ってこの中に入れておきましょう。はい、こんな感じです。それではね、こちらも同じように切っていきます。はい、 OK です。そしたらですね、このまま大体5分ほど水にさらしてください。はい、5分経ちました。そしたらさっと水洗いをして一度水を切ってください。はい、そして水を切ったら上にね、ふわっとラップをかけます。そしてラップをかけたらですね、爪楊枝で数箇所穴を開けてください。そしてこちらを電子レンジ 600W で3分加熱します。はい、3分加熱しました。そしたらね、火傷しないようにラップを外してください。まあ大体8割ぐらいですね、火が通った状態になってると思います。そしたらですね、一度こちらをザルに開けます。そしてしっかりね、お湯を切ってください。このまま置いておくとですね、じゃがいものでんぷんでじゃがいも同士がくっついてしまいますので、ここにオリーブオイルを回しかけて、オリーブオイルをコーティングさせておきます。そうするとね、じゃがいも同士がくっつきにくくなります。では回しかけてください。そして全体にコーティングしましょう。今回ね、オリーブオイル使ってるんですが、こちらはお好みの油で OK です。そうしましたらこちらは軽く粗熱を取ります。それでは続いて卵を溶きほぐしておきます。ボウルに卵を割り入れます。そして溶きほぐしましょう。はい、このように綺麗に溶きほぐしておいてください。では続いてパン粉を作っておきます。今回はね、パン粉の中に粉チーズも加えていきます。割合的にはパン粉1カップだいたい 40g 前後ですね。それに対して粉チーズが大さじ2です。こちらは目安にしてみてください。まずパン粉を入れて、そして粉チーズを加えます。これをよく混ぜましょう。パ
パン粉の準備はこれで OK です。そしたらですね、ポリ袋を用意してください。この中に薄力粉を加えます。あと塩コショウも加えてください。こちら適量です。これで一度ね、さっと混ぜます。さっと混ぜたら、こちら粗熱を取ったじゃがいもを入れてください。じゃがいもの粗熱はね、だいたい5分ぐらい取っていただければいいかなと思います。そしたらですね、袋に空気を含ませて全体をシャカシャカ振って、じゃがいもに薄力粉をまぶしていきます。このようにね、じゃがいも全体に薄力粉がまぶせれば OK です。そしたらパン粉をつけていきます。まずね、このじゃがいもに卵をつけます。そしたらパン粉をくっつけてください。こんな感じです。このようにパン粉をしっかりくっつけましょう。それでは残りも同じように卵をつけて、あとはパン粉をまぶしていきます。パン粉をつけ終わりました。このようにね、しっかりパン粉をつけてください。それでは油で揚げていきます。まずフライパンの底からだいたい1センチほどの油を注ぎ入れてください。そして火にかけます。火加減中火です。このまま油をですね、だいたい170度ぐらいまで温めてください。はい、それではね、適温になったので揚げていきます。目安としては、菜箸を入れた時に菜箸の先からプクプクプクと細かい泡が出るぐらいです。このぐらいになってれば OK です。じゃがいも入れていきます。火傷しないようにね、注意してください。はい、そしたらですね、最初の30秒から1分ぐらいですね、下の衣にね、ほんのり揚げ色がつくまでは動かさずに揚げてください。揚げ色がついたものから裏返してください。入れた後にね、すぐ転がしてしまうとパン粉が剥がれやすくなるので注意してください。はい、これであとはですね、だいたいトータルで3分ほどですね、パン粉がいい感じの揚げ色になるまで揚げてください。はい、今ね、3分ほど経ちました。このように表面がカリッとしてパン粉がいい揚げ色になったものから取り出します。はい、このように美味しそうに揚がりました。表面もね、とてもサクサクです。それではね、残りも同じように揚げていきます。もう一度揚げるときはね、このパン粉のカスをきちんと取り除いてから次のものを揚げるようにしてください。はい、ではね、揚げていきます。ではね、こちらも同じようにだいたい3分ぐらいを目安に揚げてみてください。はい、全部揚げ終わりました。こんな感じでね、とてもサクサクで美味しそうに仕上がってます。それではこのままだいたい3分ほどですね、油を切ってください。はい、これでクリスピーポテトの完成です。こんな感じに仕上がりました。このようにね、衣はサクサクでとても美味しそうに仕上がってます。こちらお好みでソースをつけて召し上がってください。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。それではいただきます。もうね、サクサクですごく美味しいです。そしてこのね、パン粉の部分がすっごく香ばしいです。じゃあね、ソースにつけていただきたいと思います。いただきます。ソースとも相性抜群です。このソースにちょっとね、大人っぽくしたいときは黒胡椒を入れていただくといいかなと思います。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のクリスピーポテトのポイントです。まずじゃがいもの品種なんですが、今回私はメークインを使用してます。このじゃがいもはですね、お好みのものを使っていただいて OK です。ただですね、男爵芋とかはあんまりシャカシャカしたりすると崩れやすいので、崩れないように注意して作業するようにしてください。そしてじゃがいもはですね、だいたい2センチ角ぐらいの大きさにして、その後5分ほど水にさらしてください。そして一度さっと水洗いをして水を切って、そして電子レンジで3分ほど加熱します。そうするとだいたい8割ぐらい火が通ると思います。そしてその後軽く粗熱を取るんですけれども、そのまま置いておくとじゃがいも同士がね、くっつきやすいので、一度ねオリーブオイルを全体に絡ませてから粗熱を取るようにしてください。そして衣のポイントなんですが、今回衣の中に粉チーズを加えてます。割合としては約 40g ぐらいのパン粉に粉チーズを大さじ2杯加えてます。こちらは目安にしてみてください。お好みでね、比率は調整していただいて
OK です。このようにね、パン粉の中に粉チーズを入れていただくことで、とても香ばしくてコクのある仕上がりになります。そして揚げる時のポイントです。揚げる時はですね、まずフライパンに入れて、フライパンに入れた後はだいたい1分ほどは触らずに揚げるようにしてください。一つずつ入れてるとね、最初に入れたものがね、もう揚げ色がついてる場合がありますので、油にね接触している部分に軽い揚げ色がついたら裏返してください。すぐね転がしてしまうとパン粉が剥がれやすくなりますので、注意していただけたらと思います。あとはだいたいトータル3分ぐらいを目安に揚げてみてください。今回ですね、ハニーケチャップソースのレシピもご紹介しました。結構ね甘めのソースなので、ちょっとしょっぱく仕上げたい場合は塩コショウを入れたり、あとはですね黒コショウを入れて調整してみてください。パン粉にも粉チーズが入っていて味がするので、そのままでもね美味しく召し上がっていただけます。材料は手軽で、作り方もすごく簡単です。とても美味しいので、ぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はクリスピーポテトを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、 こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。